はい、皆さんおはようございます。アタンタンタカです。今日から5月です。はい、一応ね、先月なんとか、前年を超えましたね。まあ去年もね、マスターズの売り上げあったんですけども、まあ今年分の方が多いんで、まあなんとか超えましたね。はい、ワイン伸びてます。酒がね、なんか2000ドル近く減ってますね。リカが若干、減って、ビールがほぼ倍とになってますね。ということは何でしょう、やっぱりその節約志向からワインを飲むのをやめて、酒を飲むのをやめてビールに行ったのかなというふうに思うわけですよ。はい、まあとりあえずね、売り上げ、この前か話しましたけど、あらゆる方法を使って売り上げは取らないといけない。それは従業員の生活のためにやらないといけないね。まあそういうふうに私は思うわけです。で、昨日ね、あるお客さんが来まして、まあ半分友達なんですけども、息子がね、ここにあるジョージアテックを出て、今度、テスラに入るんですね。いわゆる新卒で、まあアメリカはあんまり新卒も中途もあんまり関係ないと思うんですけどね。で、まあ彼らの話を、まあ今日はしようかなと思ってるんですけども、付き合いはね、多分95年からです。で、私の最初のアメリカ人の友達です。で、最初に家に呼んでくれた人たちです。で、子供はですか、今22歳ですかね。で、彼女が、奥さんが妊娠した時からずっとしてますから、まあ本当に歴史のある付き合いをしてるわけですよ。で、彼はね、お父さんはバイオテックの会社にいて、で、まあそこでナショナルのなんかセールスマネージャーみたいなのをやったんですけど、まあその会社が結構有名な会社なんですよ。で、それがね、スイスの製薬会社に買われて、で、まあ待遇が嫌だっていうんで、まあ辞めたんですけど、彼はその前にね、かなりストックオプションもあって、で、かなり株も買ってて、まあそれでじゃあ引退しようっていうんで、確かね48か50で引退したはずですよ。で、その後で家を建てたのが、ノースキャロライナに別荘を買って、で、そこと、まあ、アトランタを行き来しながら、まあ、なんか世界中を旅行してます。で、この前は多分卒業旅行っていうか、まあ、家族3人でね、アフリカに行ってきましたね。はい、で、子供がね、やっぱりいい学校に行ってましたよ。というのが、まあ、アトランタでね、私立の名門っていうと、やっぱりペースアカデミーっていうのがあるんですけども、そこに入るためにサンディスプリングスからブルックヘブンに引っ越して、で、やっぱりああいうところってやっぱり推薦とか、やっぱり、まあ、日本と一緒で推薦とかいろいろね、やっぱりあると思うんですよね。で、ある程度そのやっぱり資産がないと入れないとかね、絶対あると思いますよ。で、まあ授業料も高いでしょうしね。同じ学校に確かアーサー・ブランクか、ファルコンズのオーナーで資産何千億円持ってる男もやっぱり子供がそういうところに通ってますからね。だからやっぱりアトランタでやっぱりペースアカデミーっていうと、やっぱり多分ナンバーワンの私立じゃないかと思いますね。はい、で、まあそこを出て、ジョージアテック、いわゆるジョージア工科大学、ジョージア工科大学っていうのはまあアメリカでいうと MIT、 マサチューセッツが1番で、2番がカリフォルニアで、で、3番がジョージアテックで、まあ、ちょっと劣るんですけども、それでもランキングでいうと東大よりも1個か2つ上なんですよね。で、まあそこでエンジニアの勉強をして、今回テスラで家庭用じゃないな、産業用バッテリーのね、部門があるんで、そこに入るみたいですね。で、大学の時にデルタで1年間インターンシップやって、で、テスラでも、多分テスラでね、確かニューヨークの郊外のバッファローにやっぱり半年ぐらい行ってインターンシップやってましたよね。
だからそういう経験上で、まあ、どっちに入るか決めたのかなとまあ思うんですけどね。やっぱまあテスラの可能性にかけた、まあ、デルタじゃ可能性があまりないんでね、飛行機飛ばすだけの話ですから、はい、まあそんな感じで。で彼はね、まあ、昨日来て、毎年あの誕生日5月の何日か忘れましたけども、誕生日の日には必ずうちの店に来て、家族で来て、あの誕生日をお祝いするというふうなことをずっと 何十年ですね、なんかやってきました。で今、来週からかな、来週からあのそのジョージアテックの卒業生と一緒になんか7人か8人であのアジア歴訪の旅に出ます。でそれがね、8週間ぐらいだったかな、約2ヶ月ぐらいあのかけて、なんかのラオスとかインドネシアとかタイとかいろいろ回るんだそうですよ。でそれが終わったらあの車でね、テスラの会社があるそのサンフランシスコの郊外にあるらしいんですけど、そこまであのガールフレンドと一緒に行くわけです。でそのガールフレンドはあの誰かっていうと、あのやっぱり同じそのペースアカデミーに行ってた時に知り合った女の子みたいですね。一回私も会ったことあるんですけどね、あのお父さんお母さんが確かコロンビアかな。でそのお父さんは、コカ・コーラで、マーケティングかなんかやってて、まあそれを辞めて、今は自分で会社を作ってやってます。ですからやっぱりそういういい結びつきですよ。で結構だからしばらく友達だったんじゃないですかね。だから付き合い始めたのは今年か去年の暮れっていうふうに聞いてますからね。まあだからあの我々日本人とは違い、アメリカ人のいい人はちゃんとあの清く正しい交際を経て結婚するんだなと思いますね。はい、まあそんな感じでね、あのやっぱりこういうアメリカ人と知り合って、やっぱりそういういいね、あのうちの方と付き合いができるのは非常に私はいいことではないかと思います。で彼は彼でやっぱりいろんな人脈あるし、いろんな人を店に連れてきてくれますしね、やっぱりある程度そのお金も落としてくれるし、でまあ持ちつ持たれつ、私も たまに一緒に出てあのご飯をおごるとかね、そんなこともしたり、まあおごられたりいろいろしてます。まあ、あのやっぱりね、アメリカでねビジネス成功するにはやっぱりアメリカ人の人脈ですよ。だからまあ私は幸いそういうのが気づけたんでね、まあうまくできたんじゃないかなというふうに思っています。まあこれからも彼らとは友達で、今度はまあ息子の結婚式ね、どっか行ってもまた来ないといけないし、まあいろいろありますね。はい、以上でした。